はい、こんにちは。今回はね、ランクル300系について喋りたいと思います。いや、リークされましたよね。外装内装とかね。で、正直ランクル300系については正式発表まで特に動画を出すつもりはなかったんですが、まあ、この写真見てください、これ。モータープールにランクル300系大集合。もうね、これ生で見とって興奮してしまってですね、もう動画出したくなっちゃったんで喋らせてください。で、今回はリークされた情報をもとにね、グレードとエンジンとあとはデフロックとかについて個人的に勝手に思ってることを喋っていきます。確定情報ではないので、まあ僕が勝手に妄想して喋ってるだけだよっていうのは、ご理解ください。じゃあまずはね、外装ですよね。こちらリークされた画像ですね。で、今回モータープールで撮影した写真はこれです。まあほとんど同じというか全く同じですね。なのでこのデザインでランクル300系はもう間違いないかなと思います。まあ外装についてはね、皆さんの好みもあるかなとは思います。200系のグリルがよりでかくなったような、まあそんな感じですよね。まあ、どうせコアな人が乗ったらね、グリルはこれぶった切られて、ARB バンパー取り付けられて、ウィンチをつけられちゃうなんてことにはなるかとは思いますけれども。で、ヘッドライトはレクサスによく採用されている三眼 LED 的なね、感じになってました。で、まあ、個人的には白よりは黒かなっていう感じ。まあ、カラーはね、個人ごとのお好みでどうぞっていう、まあ、そういうとこですよね。まあ、適当に撮影画像はこのあたりで、スライドショー的な感じで置いておきますので、参考にしてください。で、こいつはグレーメタリックみたいな色ですかね。そういうのもありました。で、これはリアの画像。シンプルでいいですよね。結構スッキリしてるリアだと思います。で、やっぱりこうやってね、ヤードで並べられるとね、まあ嫌でもテンション上がっちゃいますね。あれ、まあ僕のような人間では、まあおそらく生涯所有することはできないとは思いますが、まあ新しいランドクルーザーっていうことで、まあ、やっぱり古いランクルが好きですけれども、まあそんな僕でも全然これ気分上がってきますね。はい。まあ外装に関してはまだ見慣れてないってのもあって、ランクル200の方が絶対かっこよかったよっていう声も正直今んとこは多いですよね。まあでもこれはね、今後街の中でこのランクル300系が走るようになってくると、もうそれもね、全然慣れてきて、うん、受け入れられていくんじゃないかなと思います。で、まあお察しの方も多いと思いますが、まあこれとある工場のヤードなので、もちろんね、このように、ランクル70の新車も置いてありましたよ。レクサス LX も見えますね。70はこれは2ドアのモデルに、奥はセミロングの4ドアで、あとトゥループキャリアも見えますね。はい。まあ、素晴らしい工場ですわ。本当に目の保養です。さて、次はエンジンのお話に参りましょう。まあ、こちらはね、リークされてた画像ですね。確定情報ではないですよ。まだどうなるかはわかんないです。で、やっぱり皆さん気になるのは、ディーゼルエンジンが販売されるかどうかですよね。で、こちら F33A の FTV という、こちらエンジンのマークとともにありますよね。これが 3.3 リッターの V6 ディーゼルで、ツインターボ、ターボかツインターボかと言われてますね。なのでランクル300系はディーゼルエンジンほぼ確実に出るんじゃないかなと思います。ここは期待してもいいんじゃないかなっていう感じですね。で、そしてこちらガソリンエンジンが、V35A FTS っていうエンジンですね。で、これは V6 の 3.5 リッターツインターボですかね。これレクサスの LS に乗せられてるエンジンと同じ型式になってます。まあパワーは十分ですけれども、やっぱりね、200系よりはやっぱダウンサイジングっていう感じにはなってきますよね。まあお金を考慮しないなら、まあ個人的にはやっぱこのね、ディーゼルが非常に魅力的ですよね。まあ200系はね、国内でディーゼルエンジン出なかったので、まあ、ディーゼルエンジンのランドクルーザーが欲しいっていうお金持ちの方はぜひね、この、ディーゼルエンジンよろしくお願いします。はい。で、あとエンジンとしてはこちらにね、 1GR エンジン、これも一応記載されてるんですよね。まあこれは再販70とか FJ クルーザーとかプラドとかにも載せられてるエンジン、まあ、V6 の4リッターのガソリン自然吸気のエンジンですね。ですけれども、まあこれも300系にもしかしたら乗りますかね。 GRJ300 って書いてあるんで、
ただ国内で出るのか、それともまあこれは海外限定モデルで、まあ、信頼性を重視して販売されるっていう可能性も十分考えられますよね。その信頼性っていう面ではトヨタのガソリンエンジンの中では一番あると僕は思ってます。まあ、もし国内に出るとしたらね、まあ、この右の2つディーゼルとね、V6 ガソリンターボよりはお求めやすい価格にはなるんじゃないかなとは思いますね。はい、それでは次ね、グレードのお話に参りましょうか。ちょっと細かくて見えるかどうかわかりませんが、はい、200系からは、ZX が一番上だったんですが、その上に GRS というものが追加されてますね。で、あと ZX の下に VX というものが追加されてます。まあ200系にあった AX G セレクションってやつは廃止になってますね。で、これによるとどうも、上から2つですね、 GRS と ZX、 この2つだけここにディーゼルターボが乗っかってきますね。なのでディーゼルの300系が欲しいっていうと、この上級グレードを買わないと多分乗ってこないんじゃないかなっていう感じの情報ですよね。なので予算が足りないっていうことで、こう低グレードでね、ディーゼルが欲しいなっていう人は多分300系だと残念ながらっていう感じにはなりそうな気がします。もう予算が足りねえよって人はもうぜひね、ディーゼルエンジンはランドクルーザー70、あるいはランドクルーザー80にも乗ってますので、ぜひねそちらをお求めいただければと思います。で、素晴らしいところがあってですね、ここ見てください。ここ標準デフロックって書いてありますね。この GRS っていうグレードはどうもフロントリアともにデフロック、しかも標準でつくんじゃないかというふうに書かれてます。これはね素晴らしいですね。前後デフロックっていうと、もうランドクルーザー80まで遡りますからね。それ以来の前後デフロック装備。もうランクル200、ランクル100、あるいはプラドシリーズは全部フロントデフロックがなかなかついてこなかったので、本当に久しぶりの復活になりますね。これはね、見たとき嬉しかったです。まあまだ出るかどうかわかりませんけどね。はい。で、まあ、あとは下のグレードでも200系ではデフロックなかったんですが、まあもちろん標準でね、LSD がついたり、オプションのデフロックがあるよっていう風になってますよね。で、そしてこの GRS ってのは本当にオフロード系を考えてるなっていうところで嬉しいんですけれども、また見てください。この辺ね、ホイールのサイズなんですけれども、まあ、このように18インチなんですね。で、ZX は20インチなんですよ。やっぱりオフロードとか考えるとホイールは小さい方がいいので、やっぱこれ18インチ、僕もオフロード走らせるならできるだけホイール小さいのを選びたいんで、まあ、こういう選択になったんですかね。これもねグッドですね。はい。で、ヘッドランプもシーケンシャルは ZX の方は流れるやつですよね、多分それがつくんだと思います。なので本当 ZX っていうのは街乗り高級感に優れてるよっていう、そんな感じで、 GRS というのは本当にこうオフロードを考える人のためにっていうグレードになってるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、あとはね、ここ、まあ、僕のチャンネル登録者の方からのお話とか聞くと、まあ、あとはフロントのね独立喧嘩じゃなくてリジットアクセルにしてほしいみたいな人が非常に多いですけれども、まあどうですかね。まあそこまでやっててくれたら本当にね、ランクル300系の GRS はもういきなり歴代最強モデルに躍り出てくるんじゃないかなっていう、まあ、ラングラーを倒すとは言わずともね、いい勝負ができるような車両になってくるかもしれないですね。まあ今のところね、これもまたリーク画像なので確定ではないですけれども、まあこういうねグレードが出てきてくれるっていうのは本当に嬉しいですよね。まあ、あとは個人的にはこの GX の下にね、例えば、まあ、STD グレードなんて作って、ディーゼルで、前後デフロックで、あとはもうなんか質素な、もうビニールシートでも何でもいいっすわ。フロントリジットアクセルで出してくれればなんて勝手に思いますけど、まあまあないですけどね、多分ね。それを、ここ一番下だからって言って、400万か500万ぐらいで出してくれませんかね。ないね、きっとないね、それは。はい。まあ、400、500万でも全然買えませんけどね、残念ながら。はい、というわけで、リーク画像からランクル300系のお話でした。まあ、妄想は自由なのでね、皆様せっかくなので販売まで
妄想しながらどんな風な車が出てくるのかっていうのをどんどん楽しんでもらえればなと思います。もうカタログ出たらもう即取り行きますので、皆さんまたこういうお話で盛り上がっていただければなと思います。それではこれにて終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。